ボケが。は？てめえ！どうした？イライラさせやがってこのゴミがよ。もう俺に勝てねえんだから調子乗んじゃねえ。ボケが。あ、もう無駄無駄無駄。あ、いくらやっても俺もう勝てねえから。な、いくら粘ろうが、いくらダメージ食らそうが、お前がこのストックを落とすことはねえんだよ。はいはいはい、頑張れ頑張れ。さあ 66% に 78% レバーガチャしない確率 100% まだ生きてんのかよ。ここで借ります。はい、しんどけボケが。さあ見ろ。ではてかこいつ煽り中のやつじゃん。思い出したわ、俺こいつ成敗したもん。お前改心したのか。ああ前回でもこのイザナミの時に煽ってきたけど、今回煽ってこの、は？おい、まだてめえ俺じゃやってんのかよ。お前俺前成敗したよな。何も分かってねえなこいつ。お前今のうちに調子乗っとけよ。お前またこれ俺が蘇ったらお前 ボコボコにしに行くかんな本当に。はい始めます。お前 こいつうぜえわ、やかましい。お前前回俺にボコボコに成敗されたくせにまだ懲りずに煽り中やってんのかなあ。ああ、メテオは逃れたか。まあ俺が何度だって成敗してやるよ。お前前回俺に成敗された後もそのクソキャラで数多くの人々を煽ってきたんだろう。だけど俺に当たっちまったのが運の尽きだ。ここでまたお前は俺にボコされる。さあみんな成敗の時は近いぞ。この過去に成敗した煽り中と、ま、再びマッチングしてまた煽られるパターン初めてだな。ここで殺す。くたばらー。何度だって成敗してやるよ。僕のキンクルはスティーブですか。ワンタッチから 51% 食らわせるとか、もうスティーブ以外の、あ、ちょっと なんで届かなかった。はてめえ、お前今ステステしてたよな。それがどういう意味か分かってんのか。ゴキブリの分際でよ。おいおい、お前はもう俺に1ダメージも食らわせることはできねえよ。こっからお前はただ俺に蹂躙されるのみ。公開処刑の時間だ。残り7秒。7、分かってるんですよねそれ。はい、こいつはゴキブリの分際で俺を煽ってきたんで追加制裁します。こいつに関してはお前も前でよく俺に負けるって分かっておきながら再戦を押したな。ゴキブリ並みの生命力やで。俺が捕食してやる。ああ、大丈夫大丈夫大丈夫。お前のそのクソコンボ、お前のそのコンボ程度じゃ俺はやれねえぞ。どっちが捕食者か分からせてやるよ。はい、上投げで 20% 稼いでいって、そろそろバーストしていきたい。この崖借ります。お前また分からせてやるよ。お前がどんだけ愚かな行為をしていたか。そして煽ってはいけない人を煽ってしまったということを。お前はレバーガチャをしてくるデータをもう取る。ああ、ああ、計画通り。さあまず1ストック。お前また最後のそのストック、僕に1ダメージも与えられないよ。分からせてやる。完膚なきまでにな、てめえみてえなクソゴキブリはよ。失礼なやつだな、クソやろ。さあ 104% 早いね、パーセント溜まっちゃうのが。文字通り虫の息じゃねえか。ほらな、完璧だろい。てかこれってさ、同じカラー同士、同じキャラクターの同じカラー同士だと絶対マッチングしないように。は？ああやっちゃったね。俺リンク使ってるやつって結構硬派なやつが多いイメージだったから、まさか煽られるとは思わなかったわ。まあでも煽っちまったらそりゃ成敗と。ここは前投げ。お前は崖外でメテオでしばくと決めた。そんなね、埋めて簡単にバーストしませんよ。はい、まず1メテオ。
こういう煽り中は普通にバーストされて負けただけだと反省しないんで、徹底的にボコしてあげないといけないんですよ。プロ成敗士の俺が言ってるから間違いない。さあ 72% 対 10%、 これ相手ぶっちゃけこの勝負勝てるって思ってるだろうけど、それは俺の作戦、わざと相手を優勢にして、そこから俺が勝つことによって相手が負けた時のインパクトを大きく演出する。つまりどういうことか分かるか。残り5秒、5、4、引っかからないように立ち回る。はあ、どっからでも始まるやん、このマリオとかいうゴミカスキャラはよ。こんなんカズヤと一緒やん、やってること。ゴキブリと一緒やぞ。こいつ腹立つ、煽ってやがるわ。あ、もう俺煽っちまったらもう成敗すっからね、普通にな。こんな腹立つ、もうクソコンボがよ、ボケが。おいおい、調子に乗ったな、知らねえぞ。お前が即死コンボする前に俺がワンタンキルしてやるよ。お前次は俺に攻撃食らったら終わりだからな、その時はお前の。ああ、今のうちに暴れておけよ。おお、さっきまでの威勢はどうした。おー、もう煽んなくなっちまったのか。俺にゼロバ食らって焦ってんだろ、お前。ちょっと、ああ、もうクソすぎやろこんな。どうしたらええねん、消せこのキャラ。それとも僕のサーチ能力が低いだけなんでしょうか。今回はワンチャンあるんじゃないかと結構期待してたんですけど、なんでだろう。は、無礼者、ただでさえ俺今機嫌悪いのに、お前一番俺をイラつかせる煽りをしてしまったな。何やってんだお前。俺はデデデの煽り方が一番イラつくんだよ。おいおいおい、大丈夫か。速攻でストック追いつかれてますけど。焦ってんだろ、ビビってんだろ、負けるかもしれないって。俺が機嫌悪いとこに煽ってきた、お前が悪いんだからな。なあ、始めようぜ、一瞬で終わらせてやるよ。ボンコイ天佐さん、ケツが天佐。浦原さん、シャドウ、石田、これ帰ってこれねえのか。ぶっつけ本番でいきなり触った、はダイ検査官、ただのフォローごときが俺を煽ってくるなんてな、びっくりしたぜ。さあ始めようぜ、一瞬で終わらせてやるよ。今のは月賀天将じゃねえ、ただの斬撃だ。見せてやるよ、月賀天将。